睡眠を妨げないお風呂の入り方は38度から40度の湯に8分、水落ちまで、これを就寝前の1時間から1時間半前に終える。大胸筋が歩いてる、バズーカ岡田です。今日のテーマは風呂です。まあ、何気なく入ってますからね、皆さん風呂に。私のシリーズでね、睡眠のことを扱っているのもそうで、やはり何気なく寝ているし、何気なく風呂に入っているしという行動ね、こういったところを見直していくということです。で、風呂、疲労回復には風呂がいいというふうに思っている方もいるでしょうし、若い方なんかは風呂は入ってないよと、シャワーだけだよという方も多いんじゃないでしょうか。私も圧倒的なシャワー派でした。しかし、うまく時間を駆使できるときは風呂を有効利用して自分の体作り、健康に役立てています。では、まず風呂の考え方を整理してみましょう。皆さん、実際にシャワーに浴びるときはそんなに体が温まらないですよね。実際に体を洗ってるときはシャワー止めてることも多いでしょうし、お湯は自分の体に当たってないので温まらないと思います。その部分でシャワーと入浴、湯船に浸かるという行為は大きく異なると思います。では、どのように入浴するかという問題ですね。シャワーに入るっていうのは基本的に体をきれいに洗い流すというところのみに焦点を置いた短時間で行う作業と言えますが、肉体疲労へのアプローチ、疲労へのアプローチという意味では入浴はかなり有効に使います。では、体を温める入浴というのはどういうことか考え直してみましょう。実際にお風呂に入ると体の表面が温まります。なかなか深部までしっかり温めることは難しいように人間の体はできています。というのは、すぐに熱をこう通してしまって、深部にある重要な臓器、特に脳などが熱くなりすぎると体に不具合が起こるからです。さまざまな体の反応に変化が来たす。そういったことから、なかなか体の中心温度というのは温まらないようにできています。これが温まりすぎて起こるのが熱中症です。特にジムでマスクをしなければならないということも多いと思うんですが、これは運動をして、筋肉が熱を放つ、そしてそれを冷やすために鼻から冷たい空気を入れるということができないので、とても体にとっては負担の多い行為ですから、普段と同じトレーニングができるかどうか、自分の体調をしっかり見守りながらやってほしいと思います。ということで、なかなかお風呂に入っても深部までは温まらないんですが、体の表面の血管というのは温められて、そこにある血が温まります。その血が全身を巡っていくので、全体的に少し体温が上がっていくというふうに考えると良いです。では、どのように温まると良いのかということを考えていきましょう。温めすぎると人間は興奮します。血圧が上がる、心拍数が上がるという興奮した時の反応を呈します。これは交感神経という、興奮する時の神経の活動が増しているというふうに考えられます。ということは、お風呂に出た後に実はすぐ体は休められないということになります。熱によって体が温められて、交感神経優位、すなわち興奮状態になることで、興奮が冷めなければ体は休まりません。むしろ興奮することで体は疲労していきます。ということで、よく温めるというのは実は体を疲労に導く可能性があるというふうに考えてください。実際そうですね。実際かなり長い時間あったかいお湯に浸かると疲れちゃいますよね。まさにあの症状っていうのは、体の疲労を体感できるものだと思います。では、風呂を利用して体を休めるためにはどのようにすればいいかというのを考えてみましょう。神経というのは、自律神経というものの中に興奮する交感神経とリラックスする副交感神経があります。リラックスする副交感神経が活動優位になれば、人間の体は休まっていきます。ということで、交感神経、体を興奮させる神経を刺激しないで交感神経を優位にする方法というのが入浴では大事になってきます。もちろん、入浴した後にしばらく活動しますという場合には熱いお湯に浸かっても問題ないと思います。よくね、肩まで温かいお湯に浸かって数を数えなさいというような経験が子供の時皆さんあると思いますが、あれは実は体を興奮させる方法なんです。ということで、もし夜にお風呂に入ってすぐ寝る、お風呂が寝る前の準備としての行動であるならば、体を温めすぎるというのは良くない。体を適度に温めることで副交感神経を優位にして寝やすくするというのが正しい扱い方だと言えます。具体的には、38度から40度のお湯に8分、これを就寝の 1.5 時間、1時間半ぐらい前までに済ましておくということが大事になります。その後ね、活動する場合にはあったかいお湯に入ってももちろん構わないですが、すぐ寝るというのに熱いお湯に入って交感神経を興奮させて体を興奮状態に導く、これは入眠、速やかに寝ることを妨げますから、実は全体の流れとしては良くないということになります。ただ、副交感神経を優位にする38度から40度のお湯に8分、これを水落ちまでという方法、
実は肩周りが温まらないですよね。肩周りの筋肉というのは日頃の仕事でこうパソコンとかこうデスクワークですね、固まりますから、そこをほぐすという意味では、アプローチとしてはなかなか、足りないということになりますので、もしそこの部位を、温めてほぐしたい、緊張を解きたい場合はもう少し早くお風呂に入るというのが基本的な考え方と、言えます。ということで、速やかに寝るということを考えた場合のお風呂の入り方、すなわちお風呂は寝る前の準備であるという考え方をする場合には、38度から40度で8分、これを溝落ちまでというような入浴方法がおすすめです。体というのは交感神経が高ぶっているときは寝つきが悪いです。交感神経の興奮が収まっていく、副交感神経が優位になっていくことでリラクゼーションして眠れます。交感神経優位のときというのは体温が上がっています。交感神経というのは体温が下がっていくときに優位になっていきます。よく子供が寝るときに手がこうサラサラになってあったかくなる、この状態っていうのは手に温かい血液を集めて、ここで冷たい外気と熱交換するわけです。温かい血液が手のひらの部分の血管で冷たい外気と触れ合う、皮膚を介して触れ合いますが、ここで冷たい外気によって冷やされます。冷やされた血液が全身を巡って体の深部体温が下がっていく、そして副交感神経が優位になって眠くなる。交感神経が優位になると末梢の血管が開いていきます。というのはリラックスする神経が副交感神経です。交感神経というのは興奮する時の神経、興奮というのは他の動物と戦ったりするような緊急事態で活動しなければならない時に優位になります。ということは他の動物と戦う時には筋肉に血を送り込むので、表面付近の血管は閉じます。そして表面付近に存在する血液が減ります。その分筋肉に血液が流れていって戦う準備が整う。逆に交感神経というのは筋肉に血がいらない、リラクゼーションする時ですから戦わないわけです。筋肉は休まってて良いと、皮膚や他の臓器を含めた器官に血が集まっていく、したがって末梢の血管が開いて冷たい外気と熱交換をして体温が下がっていって眠れるということなんですね。ということで、寝る前にお風呂に入る方というのはその睡眠を邪魔してはならない、睡眠を邪魔しない入浴方法を取るべきだ、そして長い時間良質な睡眠を取ることで神経系統がやっと休まります。そして次の日の活動性が高まります。これが筋トレや仕事の質を高めて体作りの質を上げる、そのように私は思っています。それではこの動画のまとめです。睡眠を妨げないお風呂の入り方は、38度から40度の湯に8分、水落ちまで、これを就寝前の1時間から1時間半前に終える、そして良い睡眠をとって翌日のパフォーマンスを上げろ、以上です。この動画が良いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価をお願いします。皮膚も含めた他の臓器に血液が流れ込んで、体が休まっていく、ごめんなさい、体が休まっても良いので、他の皮膚や他の臓器、ごめんなさい、皮膚や他の臓器を含めた器官に血が集まっていく。